Welcome to シルビチャンネル。どうもシルビです。やってきました。今日はお姉ちゃんブラカオスをですね、やってきます。買ってしまいました。もう説明はいらないんじゃないでしょうか。お姉ちゃんがチャンバするゲームです。無双系でセクシー系、こんな、まあタイトル、ね、表を見ればわかるようにそんな感じでございますね。いやー、前もから興味はあったんですけども、興味っていうか、今週も持ってなかったんで、興味あったんですけど、やったことがなかったんですね。やる機会もなかったと。なんで、まあ、この機会にね、やるか、みたいな。そもそもね、今、プレイステーション4はちょっとタイトル不足なんですよ。そういうのもあって、まあ、コーディネート。やってみたいよね、というんで。最初からこれだけ選べるんですね。まあこれは全部取っておけっていう話なんでしょうね。じゃあ早速ストーリーいってみましょう。ストーリーなんてよくわかんないです。まあこんなのね、あってないようなもんですおまけおまけ、こういうのには。もともとはあれ、そうミディアム、いってみましょう。いやー、初めて見てしまいましたみたいなね。いや、こういう無双系はね、好きなんですよ。アクションのね。で、今、三国無双7を出てるんですけど、まあ、それやるんだったら、まあ、新しいこっちの方やってみようかな、みたいな。せっかく同じやるなら、みたいな。感じでこっちを選びました。ノードがやったら長いんですけど。あれ？もとも、お、来た。工作する秩序。ストーリー、もうちょいなんかねえのかな。え、今日ね、タッチパドルボタン、クロスマイジネーション、キャラクター公開。まあシンプル2000シリーズが元々になってるので、はっきり言っても、あの余計なものを削ぎ落としたゲームなんですよ、だと私は認識してるんですけど。後ろで音楽が流れてるんですね。ちょっと音量を上げて。いや、タッチパドのことはそう、経験が多いんじゃないか。おはい、よくわかんない。判定が見、わかりにくいな。いや、これだけ？
スーパーマン持ってるから吹っ飛ばされるっていう。ガードはねえのか。あったあった。終わった？なんだそれ。この辺はあれですね、TGS で見た TV とこの辺ですね。誰が誰だかわからない。なこれね PV で出たやつですね。まあだからストーリーはおまけだと思うんですよね。おそらく。ただ、私、インディーズゲーム、他のインディーズゲームで、蜜璃幹部控えっていうパソコンゲームやったんですけど、モデリングはそっちの方がいいですね。今パッと見た感じでも。やっぱり、同じ PS4 じゃないですけども、コンシューマーゲームで言うと、デッドアライブと比較されるんじゃないかなと、モデリング的には。まあ、あれは、あれが、モデリングの中で一番だと思いますけれども。うん、私が知ってる中ではね。個人的には、ロード長いね。チャプター2。で、だら、さあ、どこだよ、ここ。さあ、いるか？だいぶ下まで来たみたいね。あや。ったく、最悪なやつと一緒か。カグラとアヤ。全く何が違うのかわからないんですけど。手を下にやってるか上にやってるかの違いでしょうか。それはお互い様でしょ。だと？なんならここでさっきの続きを。それよりも、サーヤちゃん、妹たちを探すのが先じゃないの？カグラ？そうだ、サーヤはどこに？あとお前呼び捨て。決まりね。それじゃあ急ぎましょう。カグラ。おお、声が出てくる。わあ、あんのか。すごい音がしてたけど、これコントローラーから声が出てます。アヤのやつが突っかかってきて、その後変なやつが現れて、わけわかんねえ。とりあえずアヤと一緒なのね。ブラッドリカバリー。早く回復しときなさいよ。途中で倒れても追いついてくれ。バレなくてもするつもりでよ。自己管理は本当便利な体ね。でも私はいらないわ。注意怠慢になりそうだね。方向機言うので比較させると、空中でも交代することが可能。敵攻撃する、地面を武器が劣化する、武器が劣化すると、エロダンアレンジ。攻防中のチームの選択肢をクイックリロード。クイックリロード。特定のために次のキャラクターを両手に発行し、クールコンビネーション。クールコンビネーションを決めろ。
ジャンプってないのね。これがジャンプ扱いね。これもうちょいなんか斬撃をエフェクト抑えられないですかね。いや悪くないんですけど画面が見づらいというか、敵がどこにいるのみたいな感じになりますね。この武器変えるのどうやんだろう。あ、変わった。おお。あ、いやいや。ほう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 。スーパーゴムみたいなのない。二連絶。コンボ中からジャンプにつなげられないかな。まあ、ミツリガメ兵を固くはないですね、敵が。まあ、これ思うと本当にミツリガメ兵はこれを意識してるんじゃねえのっていう気はしなくもないんですけど、あっちの方が後なんでね、どちらかというと。これでしょ？結構頑張ったんだけどな。二刀流。おお、ゲージを消費、エクスタシーコンビネーション、エクスタシーゲージ、エクスタシーゲージってどれ。おかちた、めっちゃ食らったんですけど、これか、エクスタシーコンビネーションなんだそれさあ、どこ行けばいいんだい。本当にこっちで合ってるんだろうな。私に聞かないでくれる。私だってこんな場所初めてよ。全然頼りになんねえな。さあやならこんな時ちゃんと。めんどくさい。聞けよ。どこへ行けばいいのだね。おいやさっさ、おいやさっさどんな掛け声。ずっとジャンプできれば最高なんだけど、この移動が楽なのいいわ。まあ、おお。
助けに来たわ。おいしょ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 。はい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 。お、覚醒した。まあ、無双系ですね。敵の攻撃をガードするとかっていうよりもガンガンいって回復しましょうみたいな。あ、ズタズタにしてあげるわーっていう。ほうほうほう、なるほど。よしよし。よしよしよし。まあ二刀流もいいですな。基本はモーションがそんな変わんないですね。若干変わる程度。城の地下にこんな空間があったなんて。結構な広さよ、ここ。ここ、この広さならどんなペットでも飼えるな。ちょっと、いくらなんでもこの広さじゃ持て余すわよ。そんな大きなペットがいるわけ。フラグも、モグラ。まさかこの地下通路、こいつは地面に潜られたら厄介だわ。潜る前になんとかしないと。よいしょ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 。これ体力回復か。よいしょ。いけ、食らっちゃった。お？けど助ける義理は。ああもう、なんだそれ。それ以上はダメだって。血がまじわった時があるちぎれそうだ。カグラ、こんなところでくたばるわけには。それがあんたの本当の姿なの。デッドアイ。
そうか、アヤの血が私の体に入ってなんだか最高の気分だ。あれなんですよね。お、変身状態。徐々に体力。L3 と、L3、ああ、そういうこと。はい、ブーストがずっと出せるとか、そういう、いい仕様だといいんですけど。よいしょ、よいしょ、よいしょ。まばたきをしないですよね。アニメーションはないんだ一枚。カグラ、あんまりやりすぎると天井崩れるわ。そうさ、崩すんだよ。出口がないなら作るのみなんか節約の手法みたいな感じですね。シルバーあれですね、個人的に思うのは瞬きをしてほしいですね。うん、瞬きをしてくれるだけでだいぶ印象が変わるんじゃないかなと。しない、今見た感じだとしないので、なんか、ね、お人形さんみたいな感じ。初期のデッドアライブのキャラクターを見てるような感じですね。まあ、これはこれで面白いんですけど、ね、いや、なんか爽快感があるのがいいですね。なんかもう何も考えずにバーバーバーってやれるのがとてもいい、よろしいんじゃないでしょうかね。セクシーのお姉ちゃんが適当にパパパって切ってるみたいな、刀持って切ってるっていう、まあ、この辺は三剣かむ控えに非常に、通ずるところがあるので、まあ、嫌いじゃないですよ。こんなこと言ってますけど。そんな感じでございました。はい。チャプター3以降はですね、また次回この後、の動画で、パート2ですね。で、見ていただければと思います。とりあえずね、ちょっとここで一回区切ります。それでですね、見ていただいてありがとうございます。どんどんこの後も、更新していこうと思いますので、よかったらチャンネル登録等々していただけると嬉しいです。それでは、最後まで見てくれてありがとうございました。シルビーでした。